はい、どうもチャー、僕くんゲームでございます。今回もね、動画の方をやっていきましょう。ということで、いきなりなんですけど、ウィリアプリ2018から2019へ移行するときに、大型アップデートによってアプリの更新があると思います。この時になんですけど、自分がウィリアプリ2018でね、ゲットしてる、このもともと持ってる選手たちの2019への手持ち選手の能力更新、あると思いますか、ないと思いますか。ぜひ皆さんのね、予想の方、コメント欄の方で待ってます。はい、なんでまあ、こういう理由でね、手持ち選手の能力更新あるんじゃないかなとかね、ないんじゃないかなとか、まあ理由の方もあればコメント欄ので、ね、ぜひぜひよろしくお願いします。あ、そういうパターンもあるんだっていう新たな発見にもなると思うんでね。ただ公式の方からはですね、コナミさんの方からは手持ち選手の能力更新については、まだね、何も本当に触れられてもね、ないので、わからないとこではあると思うんですけど、ぜひぜひ、皆さんがね、どんな感じに思ってるのかなっていうの気になるので、ぜひコメント欄のでよろしくお願いします。はい、ということで今回はね、まあ、手持ち選手の能力更新、そして2019のね、新たな能力とかについてもちょっと話していきたいと思います。まずですね、ウィリアプリ自体が2017で出て、2018に、まあ、アプリがアップデート、大型アップデートされた時に、その時はね、手持ち選手の能力更新されましたね。はい、なんでまあ次の作品、来作移行した時に、まあ、2017から2018はあったと。ただですね、2018の途中ぐらいで、18BA の、まあ、中間のね、アップデートっていうのがあって、この時にも選手の能力が若干更新というか、まあ、新たな能力になった選手もいて、金から黒とかにね。ただ、この時は、まあ、手持ち選手のね、能力更新なかったんですよね。はい、なので、これがあるんでね、次ちょっとどうなるのかなっていう、2018から2019への移行の時は、まあ、どうなるのかなっていう話があると思うんですけど、本当に気になりますね。なので、今ね、ここスタメンで11人選手いると思うんですけど、この選手たち、2019で E3 っていうね、まあ、ゲームのイベントで若干選手の能力がね、変更されてる選手です。今回2018から2019大型アップデートがまた今後あると思うんですけど、この時に面白いコメントがね、昨日あって、シーズンによって能力の更新を分けたりするかもしれないみたいなね、予想としてっていうのがあって、これ何かというと 18A そして S17 シーズン17ですね、この選手たちは手持ち更新しないと。ただシーズン情報 18B、18C の選手は18から19に移行するときに手持ち選手の能力更新あるっていうね。確かにね、なんかそういうパターンとかもね、ないこともないかなっていう。サラーとかはね、中間アップデートとかでは手持ち選手の能力更新なかったんで、どうなるかなといったところですね。特にサラーはですね、次2019へ行くときに能力がね、めちゃくちゃ強くなるんですよ。確か総合値89かな。E3 で出てる情報だと。あ、なのでかなり強くなるんで、手持ちのサラー更新もしあった場合はね、まあ、持ってる方もね、結構いると思います。昔からもう持ってる方もいて。で、あとはフィルミノとか、まだ黒玉昇格かな、確か。で、あとはファンダイク、ウンティティも黒玉昇格、あとジョルディアルバムかな。でセルジ・ロベルドに関しては、84ぐらいまでかな、確か上がったのかな。で、手足提言もサラーと同様、かなり総合値上がって89になります、確か。で、このポグバとカンテなんですけど、この選手たち、その E3 出た情報によると、下がるんですよね。そうで、カンテに関してはね、これちょっと難しいところで、カンテがね、その出てた画像ではね、確か84とかになってたかな、CMF で。DMF の適正になったんじゃないかなっていう。はい、カンテがですね。今はね、CM と DMF のこの適性が2つ、まあ緑色でね、しっかりあるんですけど、カンテの元々のね、あの初期ポジが DMF になって、CMF が若干薄れて、まあそもそも CMF 適性になってないんじゃないかっていう2019でね、それによって能力が下がってしまったんじゃないかなと。はい、レベル30時点のね。はい。あ、ちなみにですね、この選手たち、レベルはちょっとバラバラなんでね、レベル30時点の能力じゃないのはね、ちょっとお気をつけください。だから、サラー、まあ、カンテの能力が下がったっていうのは、そのポジションのね、適性とかいろんな部分も含めて、なってるんじゃないかなと。さすがにね、カンテが黒降格っていうのはちょっとないかなっていう気もするんでね。で、ポグバに関してはね、能力、画像で出てたところでもね、86ぐらいになってたのかな。で、これ今自分が持ってるポグバがね、これ 18A なんで、
18B の時にね、確か僕はちょっと能力上がったんで、少しあれなんですけど、まあ、変わってるというか、うん。だから89かな、18B の、18BC の最高総合値は。そこからだから3下がってることになりますね、ポグバも。そう、もしあれがね、このままいくと。まあ、ただあれはね、多分開発段階、まあ、開発のもう最終段階というか、ほぼほぼね、できてる段階だと思うんですけど、能力に関してはまだ変更される可能性もあるのでね、まあ、そこら辺も含めてまたすごい楽しみにしたいと思うんですけど、本当にね、手持ちの選手の能力更新があるかないかで随分変わってくるんでね。そう、だから逆に言うと、サラーとかもね、黒サラーより金サラーの方がいいんじゃないかとか言われてるんですよね。そう、オフェンスセンスがね、黒サラーの場合、18B になった時に確か4ぐらい下がったのかな。で、ポグバとかに関しても、もし来昨年、総合値が下がるようだったら、手持ち選手の能力更新、ない方がね、強い場合とかもあるんで、まあ、ちょっとね、いろんなメリット、デメリットとかはあるんですけど、本当にちょっとどうなるのか、あと皆さんの意見とかもお聞きしたいのでね。はい。ということで、今回はね、ちょっと短い動画にはなるんですけど、まあ、18から19へのね、アップデートによって、まあ、選手の能力どうなるのかっていうところですね。はい。まあ、自分、これね、難しい、最後ね、ちょっとこの難しいところなんですけど、コナミさん側としてはですね、まあ、また新たにね、ガチャで、まあ、選手ゲットしてくださいっていうパターンもね、あるかなと。ただ、ユーザー側からすると、やっぱ手持ち選手の能力更新ね、普通に、18から19であって、また新たな能力で使いたいなっていうのがあるんで、まあ、いろんなものがちょっとこれ錯綜してくるんでね、本当に難しいとこではあると思うんですけど、ぜひぜひ、まあ、皆さんのね、意見をお聞きしたいです。はい、ということで今回は、この辺でね、動画終わってまた次回やっていきたいと思います。皆さんね、今回ご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左エンドボックスの顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。ではね、皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。